まってくれてありがとう。カリ隊員、チカレッタ隊員、フー隊員、君たちも。みんな、大問題が起きた。おじいちゃんがペンをなくしたんだ。フーちゃん、君は空から探してくれ。チカレッタは箱の隙間を。カリは、道路を見てていいね。君たちも頑張って。アレックスのミニパトロール出動。人参はいくら？値段が書けなくてね。実はペンをなくしてしまったんだ。僕たちに任せてよ。ミニパトロール出動。何か見つけた？チカレッタ、もしかしてペン？レスキュー大成功。ミニパトロール初めての任務だ。人参が欲しいのに。はい、これウサギ隊員が見つけたミニパトロールの活躍パート2。ああ、それはただでいいよ。私のペンも見つからないことだし。セレモニーまで時間がないのよ。僕たちに任せて。ナブル、準備をして。ぐるっと任せとき。ミニパトロール、これは重大任務だぞ。皆さん下がってください。誰かウサギさんを助けて。僕らに任せて。スカイ、君の出番だ。オッケー、ケット、すぐ行く。あら、よっと。ありがとう、ラブル。ぐるっと任しとき。スカイ、あのバッグの中にウサギがいる。わしから取り返してくれる？またあの意地悪なわしね。ビュビューンとひとっ飛びよ。バッグを返しなさい。もういい加減にして。逃がさないんだから。頑張れ、スカイ。大変。バッチリや、スカイ。ありがとう、スカイ。ダンサーチカレッタ、ここでいい子にしてて。アームドライバーセット。完璧だ、ロッキー。さあ、フーちゃんも。あれ、カメさんは？あっちの方へ行ったよ。ん？大変だ、カメさんが。助けて！ラブル、君のショベルで救って。パワーショベル、セット！ショベルが大きすぎて入らへんわ。あ、そうだ。いいアイディアだね。よし、引っ張って。ストップ。ミニパトロール、見事救出成功だね。今回のトラブルもパウッと解決。
うわぁ、浮いてる。どうなってるんだろう。わからないけど、多分 UFO に乗ってた宇宙人の仕業だろうね。チェイス、ネットランチャーをベティーナにくっつけてくれる？その任務お任せだぜ。ネットランチャーセット。いいぞ。さあ、ベティーナを引っ張り出そう。1、2の3。逃げるであります。大丈夫？大丈夫だけど、俺どうなってる？ぺちゃんこだよ。チェイス、どこかに行っちゃった宇宙人を探し出してくれる？俺のスパイグッズにお任せ。スパイゴーグル装着だぜ。頼んだよ、チェイス。コンコン、コンコン、アンテナみたいなものが外れちゃってる。車輪も取れてるし、あちこち壊れてるであります。どうにか修理できそうかな。もちろんであります。何があるかな。何かある。お楽しみ。それでその宇宙人はどっちに？あっちよ、あっち。スパイゴーグル装着。緑の宇宙人発見。なんだ、ただのスイカか。スイカ、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 スイカ。宇宙人だね。ペペ、ポポ、ペペ。ごめん、驚かすつもりはなかったんだ。待って。三輪車の車輪を使うなんていいリサイクルだね。ありがとう、ケント。このハンガーはアンテナにリサイクルするであります。よし、修理完了。チェイスの様子を見てくれ。誰か助けて、ここから出してくれ。落ち着いてよく考えよう。ベティーナやグッドウェイ市長も助け出せたんだから。そうだよ、ジップライン。やったぞ。よし、さて、さっきの宇宙人はどこに行ったんだ？あ、コンコン。チェイス、宇宙人は見つかった？あ、スイカだと思ったら宇宙人の頭で変な光線浴びて、それで空中にぷくわーって。ちょっと待ってよ、チェイス。その宇宙人はどこにいるの？ヤスカイ、どうしたの？バオステーションにお客さんが来てるの。そこにいたんだね、宇宙人くん。今すぐ行くよ。どうしたんだろう、何か困ってるみたい。ああ、そうか、わかったぞ。バオステーションを UFO だと思ってるんだ。ピッピッポッピ。ごめんね、これは UFO じゃないんだ。ピッポッポッピッポ。なんだかすごく悲しい顔になっちゃったわ。ピッポッポッポッピッ。ああ、ババ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 。この子のお母さんかしら。おかんのところに帰りたいんや。きっとそうだね。ロッキー、そっちはどう？準備はいい？もうすぐであります。UFO が治ってる。ロッキーが飛んできた。すごいわ。ピッ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 、パパパパパパパ。今回のトラブルもパウッとじゃなくてピッパッパッと解決。いくぞ。水浴びしたかったんだ。クワ！ジップライン発射！
みんなごめん。みんなの声を聞いてたらマティが真似できるようになっちゃった。わー、真似できる。わー、パウッドアームドライバー。ダメだよマティ。あのままツリーハウスが落ちたら大変だ。トラッカー、君のケーブルで支えるんだ。ケーブルハンドセット。大丈夫ロッキー。大丈夫ロッキー。わー、ラブル、パワーブルドーザーを大急ぎで持ってきて。前にブルッと任しとき。危ないところだったね。ロッキー、外れたネジを止め直すんだ。でも、アームドライバーって言えないとパウパックから出せない。大変だ、ロッキーの声が出ない。これじゃアームドライバーを使えない。パウッド、ウォータージェット。パウッドフィング、やめてよマーシャル。マティにモノマネをしてもらおう。ロッキーの声を真似れば。それならパウパックが動く。よし、やってみよう。マティ、クラッカー欲しい。クワクワクラッカー。ロッキー、クラッカーを受け取って。クワ、あかん、引っかかっとる。アミーゴラブル、早く来て。ロッキー、マティにアームドライバーって言ってもらうんだ。マティ、アームドライバーって言って。動かせー。よっしゃ、ブルッと任しとき。アームドライバー、お待たせ。やった、アームドライバー。パウッド、アームドライバー。さあ今度はアームハンマー、アームハンマー、アームハンマーセット。そんな、私まで。今助けるよポーターさん。僕に任せて。マーシャル、気をつけて。あー、バカもバカも。ダメだアレックス、待って。すごい、捕まえたい。ナイスキャッチマーシャル。とりあえず木に捕まろう。ケント、これなら大丈夫だと思うぜ。ネットランチャー発射。これはいいね。でも他のみんなも助けないと。飛んでる。私はあまり好きじゃないな。まあふわふわは楽しいかな。でも高すぎる。どうしよう、はしごじゃ届かないよ。助けて。待っててください、すぐにみんなをパワーステーションに集めますから。了解。うわ、これはいいね。空中を泳いでるみたいだ。ありがとうロッキー、これなら飛んでいかないね。ケント大丈夫？一体どうしたの？急にふわふわ浮かんじゃったんだ。本当だ、豚さんも。原因を見つけよう。それにみんなが飛んでいかないようにしないと。もちろん、君たちもね。船長、その浮き輪を借りてもいい？もちろん、お役に立てて嬉しいよ。ありがとう船長。サラダ
ボサルさん。ウキ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 。うん、よし、これでもう飛んでいかないよ。こっちはバッチリだよ、ケント。ありがとう。このふわふわ事件の原因は何だろう。ああ、原因はあれか。宇宙船が何かビームを発射しながら飛んでる。宇宙船？前にあった宇宙人かな。きっとビームを発射する機械が壊れたんだ。ロッキー、君なら直せるよね。わお、やった。もちろんで、あります。到着。ロッキーフライングパーツ準備 OK。 行くであります。ミラクルアポロはみんなを救うのか。次回もお楽しみに。本当だ、ここが壊れてるんだね。部品がなくなってる。これを直すには、何が使えるかな。発見！ゴミ箱？ゴミ箱の蓋であります。マジックアームセット。もうちょっとであります。うわ、ビームに気をつけて、ロッキー。了解であります。これからビームを直すよ。アームグルセット。やった、もう大丈夫。助かったよ、ラブル。お空の散歩ってのもなかなか楽しかったで。チェイスの背中も撫でてやりたいが、ちょっと届かないな。よかったわ、疲れた。けどピーピーはありがとだ。今回のトラブルもピーピーと解決。やあケント、ロッキーマーシャル、こらこら、ハロウィンはもう終わったぞ。ハロウィンじゃないよ、僕は潜入捜査をするんだ。羊のふりをして柵が壊れた原因を突き止めるよ。その前にもう一度柵を直しとくね。アームドライバーセット。おい、みんな、新しい友達を紹介するよ。僕はメーシャルだよ。メーメーメーよろしく、ちょっと待って。メーやあ、ヤギのガービー、よろしく。いた、アルのところの羊だ。挟み撃ちにして捕まえよう。チェス、ジップラインで後ろから近づいて。僕は前から。ジップラインセット。よし、捕まえた。やったね、チェイス。マーシャル、潜入捜査は順調かい？うん、みんな僕が羊だと思い込んでる。問題ないよ。わかった、捜査を続けて。僕は周りを見てくるよ。了解。ねえ、僕も混ぜて。
追いかけっこ？ねえねえねえ、ケント、いつの間にか柵がまた壊れてる。子羊が3匹岩山の方へ走っていっちゃった。岩山は危険だ。マーシャル、すぐに追いかけて。でも他の子が逃げ出しちゃう。僕が柵を直すから大丈夫。最低。ありがとう。どうやら気づかれてしまったようだね。僕は羊じゃないパウパトロールだ。分かったらそこをどいて。羊たちの声だ。なんだか怖がってるみたい。早く助けてあげなきゃ。みんなでこの崖を降りるのは危険なんだ。この岩は崩れやすい。それなら僕が行くよ。気をつけてマーシャル。ゆっくりゆっくり行けよ。みんな大丈夫？メーシャルが迎えに来たよ。僕だよ、メーシャルだよ。メーメー、さあさあそのまま出てきて。メーメーすごいぞマーシャル、やったなメーシャル。ゆっくりついてきてね。メーメー、大変だ。チェイス、ネットランチャー発射。みんなお家に着いたね。もう子羊が逃げ出す心配はないよ。柵はバッチリ直したからね。ガービーの仕業だったんだね。ケント、わかったぞ。ガービーが柵を壊したのはあのタイヤの上で寝たかったからだ。これからはあのタイヤをガービー専用にしてやろう。これで全て解決だ。よかったね、アル。今回のトラブルもめーっと解決。よし、仕事の続きだ。めー、ちょっとアル、僕は羊じゃないよ。おっと、間違えた。ほな、行こうか。おっと、すまんな。ダブル、待って。ダブルと僕、すっごく仲良しだね。エマ、ここにじっとしててくれよ。全然言うこと聞かないね、逃げちゃった。アレックス、ユミが作ってくれたトウモロコシパンをちょっと持ってきてくれないか。オッケー、アル、僕に任せて。食いしん坊のエマたちにあげてくれ。少しはじっとしててくれるかもしれん。焦らなくったって大丈夫、まだあるよ。ちょっと、こら。おい、エマ、コーニー、戻ってこい。どこに行くの？戻ってきて。捕まえた。おい、待てよ。困ったな、もうあんな遠くまで行っちまった。どうしよう。エマとコーニーを捕まえるには助けが必要だな。パウパトロールを呼ぼう。やあケント、いつも悪いな。うんうん、任せて。ラブル、エマとコーニーの匂いをたどってみてくれる？前にブルッと任せとき。僕も何か手伝うよ。見て、自分でパウパックを作ってみたんだ。アレックスアームセット。え？なんだ？ちゃんと作ったんだけどな。そうなんだ。今はこの壊れた柵を早く直さないと。ロッキー、修理を始めよう。オッケーであります。この板が合いそうだよ。ラチェットアームセット。ぴったりだ、クリーンクルーザ
ーからもっと持ってくるよ。他に何かいる？ハンマーとかペンキとか何でもいいよ。それじゃあアレックス、お水を持ってきてほしいであります。喉がイガイガするんだ。どんなちっちゃなトラブルもアレックスパトロールに任せて。柵は直したし、ラブルを手伝いに行こう。ああ、そうしよう。イエーイ、お手伝いするぞ。ラブル、エマとコーニーは見つかった？ブーヒーブーヒー、おったおった、見つけたぜ。エマがこっちに来る、僕が捕まえる。よっしゃ、そのまままっすぐ進み。アレックス姉ちゃん、よっしゃ。それ、あーケント、もうちょいやったな。エマたちはほんま手強いね。ほら待て、コーニー。うまくいかなかったね。すっごくかっこよかったよ。さあもう一度捕まえに行こう。行こう。戻ってこい、コーニー。待て待て待て、逃がさへんで。待て待て待て、エマ、言うことを聞いてくれよ。すっごく足が速い。ブーヒーブーヒー。ああ、早いだろ、参っちゃうよ。他のパウパトロールは？みんな風邪をひいて休んでるんだ。それじゃあ僕が頑張るよ。どんなトラブルもアレックスパトロールならパーフェクト。なんであんなに元気なんだ。そろそろお腹が空く頃なんだけどな。ふん、トウモロコシを柵の中に置いてみたら？じゃあじゃあケント、僕がやる。あ、アレックス、そこを開けたら。ダメだ。ごめん。おっと、まずいぞ。このままだと食いしん坊のエマとコーニーに全部食べられちまう。やれやれ、今日はなんていいなんだ。大丈夫、僕らも手伝いますよ。お待たせ、ダブルタクシーの到着や。ご乗車ください。柵に戻ろな。ラブル、エマとコーニーの世話係になったらどうだ。遠慮するわ、ワイはパーパトロールの方が劣る。でも困った時は呼んでな。あら、エマたちも柵に戻したことやし、ちゃっちゃとトウモロコシかたそか。ありがとうよラブル。ケントもありがとな。それからアレックスも。どういたしまして。ある、今回のトラブルもブヒーッと解決。来てくれてありがとう。もちろんだよアレックス、安全な焚き火の仕方を教えるよ。やった、お願い。最初に覚えてほしいのは、大人がいないとき火を使わないこと。そうだぞ。次に、焚き火をする場所には周りに燃えるものが何もないこと。例えばあの枝とか。あそこはどうかな、何にもない。ここなら完璧。次はラブルの出番、焚き火の穴を掘ろう。穴ができたら周りを岩で囲むんだ。あちこち火の粉が飛ばないようにね。ワイに任しとき、パワーショベルセット。掘るの大好き。そうかい、ごめんポーターさん。次の作業は枯葉のお掃除。でも焚き火に火をつけるためには枯葉が必要だよね。うん、穴の中にはね、周りにある葉っぱや枝は危ないからどけないと。火が燃え移ったりしたらあかんからな。パワーショベルセット。これで大丈夫、次は一番楽しいやつ、ご飯の時間やな。じゃなくて、マーシャル、消火用バケツを持ってきたよ。ありがとう、ウォータージェットをセット。もし水がなかったら砂でも大丈夫だよ。砂？もう火をつけてもいい？マーシャル、焚き火をする場所オッケー、焚き火の穴オッケー、周りのお掃除オッケー、砂の準備オッケー、水の準備オッケー。落ちている乾いた枝をたくさん集めておいたよ。よし、じゃあポーターさん、火をつけてくれる？任せて、マーシャル。
火がついた。焚き火のやり方は分かったね。大事なのはつけた火をちゃんと消すことだよ。オッケー。もしどうしても火が消せなくなったら119番に電話して、これくらいの小さな焚き火でも火が消えたか確かめること。パワーショベル。すごい、砂で火を消せるなんて知らなかった。うん、砂と水があれば火を消すことができる。水をかけて、次に炭をかき混ぜて消し忘れがないか確かめる。ちゃんと火は消えてるかな。大丈夫そう。クン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 、うん、消えてる。アレックス、君にこれをあげよう。焚き火マスターのバッジだよ。すごい、おめでとう。すごいぞアレックス、よくやった。じゃあ次は野外料理に挑戦だろ。そうだ、もう一個のバッジ、僕と一緒にご飯食べてくれる？もちろんだよ。スープができたよ、食べたい？食べる食べる。あとはあれがあれば完璧やな。レバー入りソーセージ。もちろんあるぞ。こうなっても安心なように周りのお掃除をしたんだね。アレックス、焚き火を消すにはほら、うん、水と砂、こういう時のために用意しておくんだ。消えたみたい。クンクン、何この匂い。クンクン、何か燃えてる。僕が消す。ぐるっと回しとき、パワーショベルセット。よし、クンクン、うん、消えてるよ、バッチリだ。灰をかき混ぜて確かめないと。えらいぞアレックス。僕、焚き火マスターの勉強してよかったよ。ありがとうパワーパトロール。焚き火もキャンプも僕らがパウッと解決。ワンダフル、最高のキャンプになったね。ゴーグルセット。どこか壊れているところはある？アンテナが曲がってるみたい。まずそれを直してくれる？トランポリンはどう？ラブル、一つ目のロープを引っ掛けたとこや。いい感じだ、その調子。ケント、衛星まで来たわ。アンテナを直してみる。君ならできるよスカイ。ストップ、ジェットエンジン到着。アンテナが直った。やったぞスカイ。これでできた。トランポリン試してみる？当たり前やろ。わあ、うわあ、うわあ、ミラクル2回転や。めちゃぴょんぴょんするわ。ケント、トランポリンはバッチリであります。ありがとう。それじゃあエアパトローラーに戻っておいで。これでミラクルアポロスペシャル見られるで。スカイ、ガラガラヘビ渓谷に落ちるように少しずつ衛星の向きを変えて。ラジャーケント、パン、ジェット発射。その調子だ、あともうちょっと。そこでストップ、完璧。よくやったぞスカイ、お疲れ様。なにこれ、バネが引っかかっちゃった。まずい、衛星の軌道がずれた。このままだと海に落ちちゃう、大変だ。スカイ、もう一度動かして。わかった。でもおかしいの、みんなぐるぐるしてる。元に戻るまで少し休んで。ズーマ、もし衛星が海に落ちたら大変だ。念のため海のみんなを避難させてくれる？潜って潜って潜っちゃうよ。いくぞ、装着。
がぐっすり眠ってる。全然起きてくれないんだ。そこにいて、ツーマ。スカイ、気分はどう？もう大丈夫、ケント。ジェット、ゴー！よし！その調子、あとちょっと。そこでストップ！完璧！ミッション完了！お疲れ様！戻っておいで！ツーマも大丈夫だよ。海はもう安全だ。よかった。あれ衛星じゃない？うまくいってえな。大成功。お待たせしました。次はミラクルアポロスーパースペシャルです。こっちのテレビも直ったよ。今回は超大仕事だったな。今回のトラブルもパウッと解決。あ、でもミラクルアポロスペシャルは一緒に見てもいい？もちろん、みんなで見よう。あった、失礼。ワイのミラクルお腹がミラクルおやつが欲しいって言ってる。ロボドッグ、うちへ帰ろう。次回のミラクルアポロもお楽しみに。それじゃあおやつタイムよ。うん、こりゃミラクルおいしい。市長の帽子の飾りがカラスに取られた。僕たちで見つけよう。ふーちゃん、カラスを追いかけて。僕たちを巣まで連れてって。カリ、巣が見つかったら木を登って飾りを取り返して。残りのみんなは応援しよう。準備はバッチリだね。よし、アレックスのミニパトロール出動。最後はチカレットだよ。いた！見つけたよ、あそこ。さあ、フーちゃん、あのカラスを追って。脅かしてごめん。フェスティバルだから船にも飾りをつけようと思って。ほら見て、これ吹き流しって言うんだよ。かっこいいでしょ。タルボット船長、カラスを見なかった？残念だけど今日はまだカモメしか見てないね。そっか、ありがとう。おいでフーちゃん、他を探そう。やったね。それじゃあ次はカリー出番だ。木を登って見てきて。なるほど、まずは隊長が行かなきゃね。あった、市長の帽子の飾りだ。他にもなんかいっぱい見つけちゃった。ミニパトロールが事件を解決したんだ。やったね。みんな助けて、助けて。それ捕まえた。助けて。ゴーグル、パウッとセット。落ちちゃうよ。大変。こちらスカイ、新しいトラブルよ。アレックスが折れそうな木の枝にしがみついてるわ。分かったよスカイ。マーシャル、チェイス、すぐこっちに来てくれ。了解だぜ。急いで行くね。もう大丈夫だよ、すぐに降ろす。急いで、ゲット。はしごを伸ばして、マーシャル。伸びろよ、はしごを。マーシャル、どうしたの？
夫。急いでチェイス、ネットを。ネットランチャー発射。ありがとうパーパトロール。あれ見てよこれ、ほらスモ落ちちゃってる。僕らのおもちゃがある。私の帽子の飾りも。それに僕のおしゃれなボタンも。おっと。ありがとうパーパトロール。僕たちじゃなくてミニパトロールのおかげですよ。今回のトラブルもパウッと解決。ごめんね、巣がぺちゃんこになっちゃったね。新しい巣を用意してあげなきゃ。でもここには何もないわよ。どうしましょう。そうね、私いいこと思いついちゃったわ。これがあるじゃない。新しいお家喜んでくれるかな。気に入ってくれたみたいだ。よかった。あれ、ふふちゃんは僕の帽子が気に入ったみたい。みなさん、帽子フェスティバルを始めましょう。わあ、みんなとっても素敵な帽子を持ってるんだね。うん、そうだね、カラスさんたちも。君のパワーブルドーザーの出番だ。パウッと片付けんね。ゴー。よし、僕は橋の下を見てくる。作業はそのまま続けて。君のポリスカーが必要だ。すぐに橋に来て。その任務お任せだぜ。頑張って。俺の正義が騒ぐぜ。チェイスポリスカー到着したぜ。チェイス、君の出番だ。ウィンチを使って丸太を橋の下に下ろしてほしい。了解だぜウィンチ。よし、作戦開始。行くぜ。チェイス、もうちょい下や。ええで。よし、その調子。これで橋は大丈夫。他には？岩をどけたらパウッと任務完了だよ。ケント、もう終わってんで。ありがとう。線路の岩はどけたよ。運転手さんにもう列車は動かしても大丈夫って伝えて。わかったわ。でもどうしたの？カリがいないの。俺、拍手。
アレルギーなんだ。ありがとう。パワーパトロール、ありがとう。でも、カリがまだ…カリ心配したわよ。チェイス、あなたが見つけてくれたの。まあね、アクシ…お安い御用だぜ。やったなよしすごいであります。任務完了。ありがとう、ケント。ありがとう、みんな。本当に助かったわ。今回のトラブルもパウッと解決。おばあちゃんからのおやつよ。やだー、こら。ほっ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 。それはチェイスのよ。カリ、半分あげる。ナイスキャッチ。アクシ、今回も頑張ってくれてありがとう。君たちは最高の仲間だよ。パーフェクト。アクシ、パウパトロール到着。パウパトロール、カモメたち、あっちに行ってくれ。ウミガメにいたずらしちゃダメだぞ。ウミガメたちが道路に。チェイス、交通整理だ。了解、お任せだぜ。チェイスメガホン、セット。この道は通行止めです。皆さん、迂回するようお願いします。道路を横断中、迂回してください。カメさんはなんでこんな危ないとこに卵を産んだのかな。ウミガメは毎年同じ場所に卵を産むの。道路ができる前からここで産んでいたのよ。ん？これを見て、道路の下にトンネルがある。もしかしたらお母さんガメはこれで安全に海から来たのかも。あ、トンネルが砂で埋まってる。ラブル、どうにかできる？どうにかって聞かれたら、そうやな、どっちかっちゅうと、バッチリできるに決まってるやないか。この地下トンネルが使えるようになったら、赤ちゃんたちが危険な道路を渡らなくて済む。頼んだよ。掘りまくるで。大変、嵐が来たぞ。船がひっくり返っちゃう。ちょっと、あれ、カメ君たち、この先は海で危ないよ。見て見て、僕頑張った。赤ちゃんたち、どうしたの？海に入っちゃいそうだったから助けたんだ。海に入っていいんだよ。なんで？ウミガメの家は海の中なんだよ。だから今、赤ちゃんたちが安全に海に帰れるようトンネルを使えるようにしているんだ。そっか、じゃあ連れて行ってあげなきゃ。待って、アレックス、触ったらダメなんだ。ウミガメの赤ちゃんは生まれたら自分の力で海に帰らなきゃいけないんだ。さあみんな頑張って。行け、カメ君たち。パウッと戻り。あーかん、狭すぎてパワーブルドーザーじゃ掘れんわ。じゃあトンネルは使えないの？パワーブルドーザーじゃ無理ってだけや。できんとはひいとことも言うてないで。見とき、パワーショベルセット。うんとこっとくいしょ。うんとこっとくいしょ。チェイシー、あっちに行け。あ、わあ、すっごくかっこいいのがある。アレックス・ポーター号、今海に出ました。すっごい高い。やだやだ、誰か助けて。アレックス、僕どっかに飛んでっちゃうよ。大丈夫、落ち着いて、すぐ助けに行くよ。スカイ、アレックスのところへ。オーケー、分かったわ。スカイリングセット、ビュビュンと行くわよ。見てられないぞ。
たけど、かっこよかったぜ。本当すごかったよ。ありがとうスカイ。どういたしまして。もう空は飛ばないでね。気持ちいい。すごいよラブル、トンネルが開通した。これでウミガメたちが道路を渡らなくてよくなる。ねえみんな見て、赤ちゃんたちがちゃんとトンネルを通って海に向かってるわ。今回のトラブルもパウッと解決。ワンダフル。お待たせやで、イエーイ、パウバンドの登場や。パウパウかっこいい。こんにちはアル。エアーケント、助けてくれないか。ジャガイモを植えようと畑を掘ってたら間違えて水道管に穴を開けちゃったんだ。オッケー、待ってて、これからすぐに向かうよ。パウパトロールの参上よ。来てくれてありがとう。水は止めたんだけど水道管がひどく壊れてるんだ。まずは壊れた水道管を取り除こう。ブルーッと任しとき。パワーショベルセット。えいどこどこよ。ショベルの使い方俺より上手いな。ジュリアスとジャスティーナ、すっごく上手だね。そうね、でもパウバンドも負けてないわよ。ねえねえ、ラブルはまだ帰ってこないのかな。出番が来ちゃうよ。よくやったぞラブル。その水道管はあっちに置いて。オッケーパウパウ。踊るのよ、チカレッタ。おしりふりふりふり、チカレッタポールが。あとは新しい水道管をつなぐだけだ。マジックアームセット。よし、完璧だねロッキー。ありがとう、パウパトロール。見てるだけでお腹が空いちゃう。俺もだよ。来年はジャグリングじゃなくてパイの大食い競争にしないかな。スーパーマンさん。おいしい、ごちそうさまポーターさん。おじいちゃん大丈夫？とっても楽しかったわね。ポーターさんのパイジャグリングでした。盛大な拍手をどうぞ。次は初出場のパウパトロールバンド。行くぞみんな、俺たちの出番だ。ラブル早く来て。これでバッチリだ。修理完了。ちゃんと治ったか確かめよう。うわあ。ステージ前のシャワーやな。ありがとう、助かったよ。これで畑に水をまける。水道管が破裂したら僕らがパウッと解決。ほな行くで。隠し芸大会へ急ごう。オッケーパンパン。頑張れよみんな。やっぱり恥ずかしいよ。どうするマーシャル、無理に歌わなくていいのよ。でもみんなをがっかりさせるのは嫌だよ。ロックンローラーの到着やべ。キューブルが来たわ。カモン。よかった。みんな君が好き。困った時はすぐ呼んで。駆けつける僕らはパウパトロール。元気に叫べ、ビュービュー。みんなでさパウパウ。どんなトラブルでもパウッと解決バンダー。